間の体で一番大事なのは脳、あとね心臓が大事ですね。で脳も心臓も硬い骨、頭蓋骨という骨で守られています。で心臓は肋骨という骨で守られているんですね。で骨盤というものもね大事なところを守ることになっています。なので人間の体で大事なところは硬い骨で守られ、参加していただいてありがとうございました。はい、今日参加してどうでしたか？楽しかったです。楽しかったですか？はい、何が楽しかったですか？整体マッサージ、お勉強、お母さんを楽にさせてあげたから。お、すごいですね。家に帰ってもやってあげれますか？やだ。はい、頑張ってくださいね。ありがとうございました。今日参加してくれてありがとうございました。どうでしたか？今日楽しかったですか？はい、とても楽しかったです。はい、何か勉強になったことありましたか？肩を揉むため、肩は硬いってよく言ってたので、はい、今までの揉み方よりも今の揉み方の方、揉み方をした方が気持ちよかったと言ってくれ、たので、次からは今習ったことを生かしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。家に帰ってもやってあげれますか？ちゃんと。はい、はい、頑張ってやってくださいね。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。